宇宙市は熊本県の中央部に位置する人口約6万人の市である。市役所のある松橋地区の空中写真。2016年4月16日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。熊本県の中央部に位置し、宇都半島の西側、南側及び、 八代海北側沿岸から内陸部を占めるほか、宇都半島の西端部から八代海を挟んで南側にある飛ばせ島をも地域とする。熊本市中心部から南へ約1 5キロメートルの場所に中心市街地がある。松橋を中心に小川、白らいで生活雑貨店、飲食店、遊楽街を形成しており、 市街から離れた豊の三角は緑のあふれる農業地域である。三角地区にある三角港はかつて熊本県の海の玄関口、また天草諸島への入り口として栄えた歴史があり、一部が港湾史跡となっている。全域が旧町名の後に従来の大技を続けている。一般公募によるもの。最終候補として、うき、うき、 中九州、日後に絞られたが、宇都市、宇都郡、下間機郡は総称して、うき地区と呼ばれており、馴染み深いということで、うき市となった。うき市の公共施設2007年度の市内総生産は1869億円で、ある。これは、モルディブやブータンの国内総生産よりも大きい。三角港、フェリーターミナル市の中心となる駅。 松橋駅九州旅客鉄道一般路線バス。松橋からは、熊本市、八代市、三里町などに向けて運行する。三角からは、宇都市、上山草市、天草市、熊本市方面へ路線が伸びる。また、松橋松愛から三角間の路線もある。高速バス2006年度からは、国際理解教育特区としてに取り組んでいる。また、翌2007年には、 市内すべての小中学校に、全校期の2学期制を導入した。太との学校は、標準服が存在している。竹崎末永の菩提寺である、東福寺白の日文化プラザ松、ゴード白壁群松愛ビジターセンター太とは、個人は個人、ありがとうございます。